A さんが B さんに非担保債権例えばお金を貸した貸金債権をです、ね、持っているとしましょうそして A さんが B 所有の土地と建物この B 所有の土地と建物のうち建物の方に A さんが定当権の設定を受けたという図になっています。さあ日本においては土地と建物は別の不動産ですからこういうふうに建物だけに定当権を設定することできましたよね。 それではこあと B さんがお金返せなくなってしまったとしましょう、えー、そうしますと A さんはあ定当権の実行手続きというのをすることができました正確には、えー、担保不動産、えー、競売手続きというふうに呼んでいきます 抵当権の実行手続きとしての担保不動産競売手続きというのをスタートさせたとお考えくださいそうしますと裁判所がこの建物に差し押さえを行いましてそして裁判所主導のもとこの建物を強制的に売却してお金に換えるいわゆる競売手続きがスタートしていきますでは今日は株式の消却について勉強していきましょうえ状況を設定しました会社社が持っている自社の株式 そして株主に渡っている株式、これぐらいあると思ってください。なので、その下、いわゆる発行済みが全部で1500、500で2000この会社、可能数が2000で、資本金が3000ありました。会社が今、自社株を持っています。この自社株というのは、10棟を持っていても構いませんで。持っていればね、リサイクルで使えるんですよ。ただ、リサイクルで使う気もなくなったというような場合は、ばっさりと。 消すことができます。それが次の図です。もともと会社が持っていた株式、これが消えちゃうんですね。で、それ以外の株式だけが残るようになります。それによって、発行済みが五百五百で千。可能数が四千、資本が三千になります。きがつきました。ここ。元は、あと二千発行できますよね。あと三千発行できますよ。 増えているんです未発行数を増やすそのために行うのがこの株式の消却というものですそして気をつけてほしいのは資本金です資本は変わりません昔は株式と資本金を連動させてましたが今の法制度は株式数と資本金は必ずしも連動しなくなっていますこの点は十分注意しておいてください ということでこれ共同申請がポイントでしたねで次えこちら添付情報ですまずポイントになるのはこちらの登記原因証明情報になりますねさあ皆さんこれ何が必要でしたか会社分割の登記原因証明情報これ定当権の時にもやりましたね非常にポイントになりましたさあ皆さん覚えてますかそうです登記事項証明書の他に分割計画書分割契約書こちらが必要になりましたえなんででしたっけさあ皆さんわかりますか 登記事項証明書だけでは会社分割があったことは分かるけれどもその定当権が移転したかどうかが分からないわけですね会社分割の場合には部分的な包括承継ですから今回の定当権が移転する方の財産なのか移転しない方の財産なのかそれを証明するために登記事項証明書のほかに分割契約書分割計画書が必要でしたじゃあね定当権の場合でも一緒じゃないか皆さんそう思いますよねところが皆さんこちら見てください 元本の確定前の会社分割を原因とする場合には設立会社または証券会社の登記事項証明書のみで足りる分割計画書分割契約書はいらないんですさあ何ででしょうかどうしてでしょうか分かりますか